エリザベス・ウール・リッチ・グラントは、ラナデル・レイの芸名で知られるアメリカ合衆国、ニューヨーク州出身のシンガーソングライターである。自らを、ギャングスタスタイルのナンシー・シナトラだと名乗っており、彼女がリリースする曲には、全体的に悲しみを表現しているものが多い。そのため、自身のジャンルは、サッドコアだと公言している。2012年1月30日には、メジャーデビューアルバム、 ボーン 2D がリリースされており、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとした世界各国でアルバムチャート上位を獲得した。カンヌ映画祭での良なデルレイ1985年6月21日にニューヨークシティで生まれ、レイクプラシットで育つ。15歳の時、コネティカット州の寄宿学校、ケント高校に預けられた。この時の環境を、 外側は整ってるけれど、内側はめちゃくちゃだったと語っており、かなり辛い日々を送っていたことが後に明らかとなっている。高校卒業後、ニューヨーク州立大学に合格していたが入学せずに、パートタイムのエイトレスとして1年間勤務。その後、ニューヨーク州の名門フォーダム大学に入学し、哲学を専攻した。この頃から音楽活動を本格的に行うようになり、 2011年6月にストレンジャーレコードと契約。直後に初のオフィシャルシングルビデオゲームズをリリースすることとなった。音楽的にはニルバーナのカートコバーンからの影響が最も強く MTV のインタビューにおいて彼は私が見た中で最も美しい人。その時は子供だったけど彼が持つ悲しみに共鳴した。 私にとって一番のインスピレーションであり続けていると語っている。ライブでのラナデル・レイ2008年10月21日初となる公式音源 EP キルキルをリリース。この時は現在のアーティスト名ではなくリジー・グラント名義での発表となっている。2010年1月4日インディーズアルバムラナデル・レイ aka リジー・グラントをリリース。 2011年6月にストレンジャーレコードと契約。2012年1月10日、EP7 デルレイをデジタル配信でリリース。全米ビルボード2 0にて、初登場20位を記録。2012年1月27日、メジャーデビューアルバム、Born TO DIE をリリース。世界各地のアルバムチャートで上位を獲得。特に、イギリスの全英アルバムチャートでは、 初週に11万枚以上を売り上げ、初登場1位を記録した。2012年3月8日に渋谷の渋谷リオミュージックエクスチェンジで予定されていたプレミアショーケースライブが急遽中止となった。開催者側は理由として急激な世界的ヒットによりアーティストへの需要がかつてないほど高いものになったためだと発表している。2012年5月28日に 渋谷の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで予定されていたプレミアショーケースライブが急遽中止となった。2014年6月13日、セカンドアルバムウルトラバイオレンスをリリース。自身初の全米アルバムチャート1位を記録した。2015年9月、サードアルバムハネムーンをリリース。2017年7月、ホースアルバムラストフォーライフを発表。 自身に度目となる全米アルバムチャート1位を記録。それまでのアルバムとは異なり、ザ・ウィーク・エンドや、ショーン・レノン、スティービー・ニックス、エイサップ・ロキー、プレイボーイ・カーティーといった多くのゲスト陣が参加しているのは今作の特徴である。2019年8月、フィフスアルバム、ノーマン・ハッキング・ロックウェルをリリース。2021年3月、シックスアルバム、 ケントレイルズオーバーザカントリークラブをリリーススタジオアルバムありがとうございます